男として生まれたんだから、こんな風に生きてみたい。こんな戦う。味方はもちろん、敵にも愛された男、トンボ斬りの平八郎の通称で知られた金の王術、鹿角の兜、徳川家康に絶対的忠誠を尽くした57戦無傷の猛将だ。121世紀の恐竜、青いもんです。今回のテーマは57戦無傷の男、本田忠勝。幼少は鍋の助、しかし最強無傷なのはただ勝つのみと願いを込めて忠勝と改名。もちろんその名に恥じぬ戦いをしました。57戦かすり傷もなし、もはや変態だ。戦うだけでなく頭も切れる、あの織田信長に花も色を兼ね備えた武将と大絶賛された男だからな。今週も卑弥呼にインタビューしてもらいましょう。現場の卑弥呼さーん。どんどん、ハロー YouTube、 現場の卑弥呼です。エドバッツ創業に貢献した4人のうちの1人で、徳川四天王、エドバッツの創業に功績を残した16人の1人で、徳川16神将、徳川家に最も貢献した3人の1人で、徳川三月でもある男らしいのですが、肩書きばかり偉そうで、57戦無傷の戦場の伝説、なんか鼻に効きますよね。いや、いた、なんやねん。はい、奇遇、今日でお前の伝説は終わりだ、ボケ。うるせえ、このボケ。うるせえ。何？俺たち1548年誕生、三河の国、現在の愛知県、路上の伝説と同じ故郷で誕生した戦場の伝説。戦国時代から江戸時代前期にかけての武将で大名、関ヶ原の戦いの後、十万石の伊勢桑名藩初代藩主、幼少から徳川家康に仕え、年は家康の5個下である。本田家は徳川家最古さんの家臣の一つだ。13歳桶狭間の戦いでデビュー、14歳初首を上げ、19歳旗本先手役に大抜擢。これが天下無双の子供時代。なんと戦に明け暮れ短命と言われた時代の中で、持ち前の頭脳と戦力でなんと無傷で62歳まで生き残ったのであった。瞑想トンボ斬り、本田忠勝のトレードマークといえばこれ、トンボ斬り。天下の三瞑想の一つ、江戸時代に西の日本郷、東のお手稲と並び称された2つの槍に、明治時代からトンボ斬りが加入、こうして天下三瞑想と呼ばれる。名前の由来はそのまんま、切っ先が鋭すぎてトンボが止まらない、真っ二つに切れてしまったという逸話からなのだ。切れ味やばすぎ。トンボ斬り基本データ、波長 43.7cm、 重量 499g、 通常は 800g なのでかなり軽量タイプ。室町時代誕生、柄の長さは約 6m もあるのだ。ちなみに天下三瞑想のお手稲は、太平洋戦争1945年、東京大空襲で消失したため現存しないからね。姉川の戦い、1万の兵力でかかってきた朝倉軍に対して無謀にも反旗掛けを実行。家康軍6000に対し朝倉軍1万、家康軍ピンチ、1万の兵に1万はいらへん、無駄な負傷者は出さへん。士気が下がりまくりの家康軍に対して忠勝はわいに任せんかい、なんと一人で朝倉の大軍に突撃。これに驚き味方の兵は息を吹き返した。そして北の豪傑マガラナオタが登場。なんと2メートルぐらいの身長、さあ一騎打ちだ。しかし普通に勝利、朝倉軍撃破。一騎打ちの忠勝として有名を轟かすことになる。死に友だ、あー死に友だ、死に友だ、深きご恩の君を思えば、俺もさどんだけ死にたくないねんという突っ込みたくなる幸福。深きご恩の君を思えば、深きご恩の君、そう、63歳のおっさんの心残り、それは主君徳川家康。そして最後まで忠誠心は変わらんで、
という意味だ。そんなにすごい男が家康の下にいたとなると、もはや家康の人柄と人徳も相当すごかったんやろうな。当たり前や、命がけで守ります。うんこ漏らし、歴史的大敗北して逃げた戦、味方があらん戦いでも戦闘で守ってたのはワイヤー。何？脱奮した家康の因縁の武田家を倒した戦、長瀬の戦いの後、悲しむ忠勝がいた。何？訳を聞くと、武田の元がまず多く死んでしまった。もうこんなに血が騒ぐ戦はできないだろう、惜しいことだと、主君を脱奮させ敗走された武田家を見て残念があるエピソードがあった。しかし後の小牧長久手の戦いでは、500の兵で2万の秀吉の前に立ち戦ったり、大胆で豪快で血が思いっきり騒いでました。もはや変態でした。秀吉もあいつは己の身を捨て家康を逃してきた。もし徳川を討ったら我が家臣にしよう、男やりすぎて当時敵の秀吉にも気に入られていました。へへ、敵側の戦いでは90の首上げたで、もちろん無傷で。しかし戦では急増を追わないのに、年も取り雑用の最中に手元が低い左手に怪我をしてしまったのだ。へへへ、その後すぐに亡くなったぜ。何？おいお前ら、自分の異変には敏感に言おうぜ。自分の体一番わかんのは自分だぞ。また来週、また来週。概要欄から関連動画あり。私ひみこ。Sorry。